中国共産党政府外交部の元報道官、新聞紙、副市長である張立健氏は、返協海洋事務所に移動し、このほど、中国とベトナムの返協で境界表にペンキ塗りをする姿が話題になりました。中国 SNSA 某ユーザーは9日、張氏が中国とベトナムの返協付近の、厚生地湾族自治区投稿誌で視察する姿が写った一連の写真を投稿しました。 小色のジャケットとズボンに身を包んだ長氏は集団の先頭に立ち教会表にペンキ塗りをしていました一件はネットユーザーの間で話題になりました長氏の以前の発言こっそりと喜んだら良いを皮肉りながらこれは会議に出席せずこっそりと喜んでいるんだなとのコメントがありました遠鏡視察する調律権スピーカーから番犬になったねとのコメントもありました 張氏は中共外交部報道官を務める間で、中共の横暴非道で、二枚舌な集大を如実に表現できていると告表されていました。2021年12月の外交部定例記者会見で、張氏は外国記者に向けて、コロナ期間、中国で生活しているあなた方はこっそりと喜んだらよいと言い放ちました。しかしか 中共の極端な貿易政策ゼロコロナ政策で中国国民は大変苦しみ外交部報道官の話は実情とは正反対なためネットユーザーは長氏のこっそりと喜んだら良い発言を中共外交部を揶揄する上等区として使ってきました今年1月長氏は突然返協海洋事務士副市長に移動しました中共外交部ホームページの情報から見ると同氏は 陸上・海上国境に関わる外交政策の策定を担当するといいますこの突然な移動について中共外交部の内部紛争に関係するとの推測がありました時事評論家のトセイ氏は1月12日台湾メディア情報で朝が移動させられたのは新任の外交部長の信号に嫌われたからと分析しました北京の寛海で流れている噂だと新は 蝶の気取ることなく、強硬でそやなやり方をとても軽蔑し、蝶を喧嘩を売ることを恐れないけど、うまくできていない、と酷評している。そのため、外交部長になったシンは、自分が好きな人を引き入れ、嫌いな人を追い出す。これは中共政権でよくあることだ、とも綴りました。